イオングループイオングループの商業ブランドサンデー、ジョイジョイはイオン株式会社の連結子会社である株式会社サンデーが運営していたホームセンターの店舗ブランド名である。株式会社ジョイはオーナー経営による山形を地盤とするホームセンターであったが無理な他店舗展開があだとなり経営不振に陥った。2005年1月には主力銀行であった。 山形幸せ銀行から社長が就任し、2008年までの3カ年計画による再建計画を策定。幸せ銀は20億円の再建放棄、だ取引金融機関は、債務返済の1年間繰り延べを実施し、借入金を75億円から42億円まで圧縮するとした。また、全法上の優遇措置を受けるため産業活力、 再生特別措置法の適用も申請するとした。これによって、県内外24店舗のうち、不採算の7店舗を2006年2月まで閉鎖、残り17店舗も小型店舗に再編するとした。再建計画の指導によって、同年10月に、職産銀行との経営統合を控える幸せ銀は、県案処理に、目処がついた形となった。2006年9月に、 日本参加のサンデーとの役員派遣を含む業務、資本提携を締結。さらに2015年9月1日、同社に九州合併され解散した。合併前の時点で山形県内18、宮城県内1の計19店舗を展開していた。合併後も既存の店名は変更されず、サンデーにおける店舗ブランドの一つとして運用されてきた。 しかし、サンデーの東北6県におけるブランドの統一と経営効率化の一環で、2018年5月の連休までに全店舗の店名がサンデーに変更となった。香川県高松市の同業者、西村ジョイとは、資本、人材をはじめ一切無関係。また、かつて北海道に展開されていたスーパーマーケットの店舗ブランドジョイは同じ4グループであったが、 もともと直接のつながりはなかった。ありがとうございます。